はぁ、英語のこんばんは、ハルケです。今回は値段別おすすめ CM 戦士たちを紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格点を分けて、それぞれ紹介をしていければなと思います。値段が安ければコスパの戦士として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦士たちなので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万以内の選手たちはこちらになります。金のデブライネ、そしてジョレンテ、ベルナルド・シューバ、そして新選手トリプルスレッドのチアゴ、そして金のデヨング、金のベリンガムと、この6名になってます。特にやっぱ新選手チアゴはですね、9万ちょっとぐらいで買える選手で、ギリ10万以内ということになってます。パスが非常に上手くってドリブルもめっちゃ軽いという、そんな選手になりますね。他はそこまでっていう感じです。他はまあ無難にできますよぐらいですね。ペースもまあ普通ぐらいですし、シュートもめっちゃ入るってほどではないけど、まあ特段なんか下手すぎるってことでもないという、そんな選手で、守備に関してもまあできなくはないみたいな、うん、そういう選手にはなりますね。まあ 2CM ができるほどの守備力はなくはないけど、まあただ自信を持って進められるかと言われたら、うーんという感じにはなるので、まあ最適は 3CM の一角かなというふうには思ってますね。ドリブルがめちゃくちゃ軽くってスキルが5なんで、本当にドリブル好きの方はかなりチアゴの使用感っていうのはいいと思いますね。まあ抜き去るっていうよりかは、まあ相手をずらすためにドリブルの軽さとかスキルを使うというイメージの方がいいと思います。パスはめっちゃ本当に上手いし、プレイスタイルに関してもいろいろついてはいるので、ダイレクトパスでもずらさないし、だちょっとペドリっぽい、選手では、うん、あるんですよね。だから結構使用感に関しては全然、うん、使いやすい、そういう選手にはなるので、まあ、個人的にはおすすめの、うん、選手にはなりますね。であとはやっぱ金のデヨングですかね。非常に値段がどんどん下がってきてですね、1万7000ぐらいで買える選手になって、まあかなりコスパがいいと思います。まあ自分のね動画を何回か見てくださってる方はデヨングをおすすめしてる回数が多いと思うんですけれども、本当に値段以上の強さっていうのがありますね。守備位置に関してもそこまでないんですけど、まあちょっと取ってくれたりとかはね、うん、する守備力を持ってますし、取った後のねドリブルとかもこの人もめっちゃ軽いし扱いやすいで、かつあのパスも上手いんで、まあドリブルで行ってもいいし、すぐパス出してもいいしっていう、取った後のなんていうんですかね、事故らない感というか、ミスしないっていう力っていうのを本当にこの人持ってますね。スピードも全然速いし、うん、十分、うん、使える、そういう選手にはなりますね。まあ、ただ、最近、まあ、個人的なあれで言うと、フィジカルがちょっと弱くって、あそこフィジカルでゴリッといってほしいなっていう時にもちょっとひるんじゃったりとかはするので、まあ、そこだけはちょっともしかすると不満に感じるかもしれないですね。で、そして、ミディアムですね。10万から50万以内の選手たちは、こちらになります。センチュリオンズのゲオロ、そして、金のプテジャス、そして、ベースヒーローのマルキージオ、そして、RTTK ですね。能力が上がりました。93になったモドリッチ、そして、センチュリオンズのペドリ、そして、TOTW ゴレツカと、この6名になってます。金のプテジャスなんかは、結構50万ギリです。結構50万ギリ。だから、多分、見る時間帯によっては51万とかもしかしたらなってるかもしれないですけど、まあもうほんとギリ50万切ってた時もあったんで、今回ここに入れてます。プテジャスもまあ安くなったなという印象を受けるんですけど、まあ55で金でもこの能力なんで半端ない強さを誇ります。で、世界大会でも使用率 100% を誇っていた選手、まあほぼ 100% を誇っていた選手になるので、まあちょっと今作はですね、かなり台風の目というか、女子選手としてかなり強い中盤の選手になりますね。本当に使用感この人もいいですし、めちゃくちゃ強い。で、中盤の選手としてかなり決定力も高いし、かつ逆足でも蹴れるっていう、そういう選手にはなるんで、本当に理不尽な選手ですね。守備に関しては、まあそれなりにっていう感じなんですけど、これだけの攻撃の能力もあって、パスも上手くてドリブルもめっちゃ軽くてスピードも全然あるっていう選手なんで、まあディフェンスぐらいはそれなりにでいてくれよみたいな感じなんで、まあ全然気にはならないですね。ディフェンスもフィジカルも、
本当に素晴らしい中盤の選手で、やっぱりスキルも使いながらですね、逆足でシュートを打ったりパス出したりとかっていうのが、まあ、できる選手になるので、まあ、明らかに強い、そういう選手、プレイスタイルも、まあ、結構、揃ってるとか今数が多いっていうのも一つ魅力かなと思います。であとはベースヒーローマルキージオですかね。こちらもですね46万7万ぐらいで買えると思います。まあ、この人も本当に中盤としてまず持ちやすさ、使いやすさ、重さっていうのがあまりない選手になります。で、まあ、全体的なパラメータを見てもらうと分かるんですけど、まあ、全ての能力がね80を超えているということになってますね。ディフェンスは80ギリですけど、まあ、それ以外は、総合的に80を超えているというところも素晴らしいと思いますね。まあ、何でも、できつつ、まあ、本当にそれこそプテジャスだったりのように、何かに突出してる、シュートがめっちゃうまいとか、ドリブルめっちゃ軽いとか、そういうのはないですけど、バランスがいいというか、いろんなことがそれなりに高クオリティでできますよみたいな選手ですね。だから派手ではないんですけど、ただ中盤としていてくれて助かるなみたいな、そういう選手になりますし、特に守備面のインターセプトとかもね結構してくれて、 AI 賢い選手かなと思ったりするんで、まあデヨングの上位互換みたいな感じですかね、個人的には。デヨングがもうちょっとシュートも打てるようになって 4-4 にもなって守備もちょっとできましたよみたいな、そういう選手になるんで、まあ結構使い心地も良くって、まあ値段の価値っていうのはあって、使ったら十分、まあ、強いなと感じる選手かなというふうに思います。でそして最後エリートですね、50万以上の選手たちはこちらになります。トレイルブレイザーズベリンガム、そしてセンチュリオンズデブライネ、そしてアイコンベースアイコンのサワホマレ、そしてセンチュリオンズのアイタナボンマティ、そして TOTW バルベルデと、この5名になります。まあ、特にセンチュリオンズデブライネなんかはですね、まあ、金の時からプラス1上がりということで、まあ、強化をされました。まあ、非常に、強い選手で、特にこの人もシュートの能力っていうのが高いですし、逆足も5なんで、本当に中盤、まあ、2列目3列目からぐんぐん上がっていってシュートを決め切るという力持ってますね。で結構攻撃の時にも AI が良くて、走り込むなんか場所とかも、結構いいなと思いますし、なんかスペースを見つける力っていうのが長けてる、そんな気がしますね。まあ、AI 面は賢くって、守備面に関してはまあそんなにめちゃくちゃね高いっていうわけではないんですけど、まあまた能力値以上には意外とやってくれるなという印象を受けますね。ドリブルもめっちゃ軽いとかってそういうわけではないんですけれども、ただまあ普通にこの人も使用感が良くって、まあ、勝利に直結をしてくれる、こう得点っていうのを決めてくれたりとかは、しますし、あとはパス面ですよね。やっぱビルドアップ面だったりとか、最後のラストパス、デブライネだからこそ通せたみたいな、このパス能力に加えてプレイスタイルもねいろいろ持ってるし、プラスのねロングボールのやつを持ってるんで、本当にデブライネからのパスっていうのは、まあ、相手が対応しても通すことができますし、非常に理不尽さを感じる、そんな選手になりますね。であとはアイタナ・ボンマティですかね。またこの選手もいい選手でですね、金の時から強かったんですけれど、そこから能力が高くなりました。まあ、プレイスタイルの数も非常に良くって、テクニカルのプラスを備えている、非常に素晴らしいと思います。でドリブルもめちゃくちゃ軽い、めちゃくちゃ軽いし、テクニカルでぐんぐん運んでいく力っていうのも持ちながら、パスもかなりうまい、そしてシュートも、シュート力は低いので遠目からのシュートみたいなのはちょっとこう入りにくいんですけれども、ただ蹴ってる力が高いんで、まあ、ある程度キーパーと近くなったりとか、ペナルティー入れないとかだったら全然決めれるなという、そういう選手になりますね。まあ、本当にペースも全然ありますし、まあ、かなり中盤としての守備力っていうのもこの人も意外と、ありますし、インターセプト値に関してはね90あるんで、まあ非常に優秀な選手で、さらにスキルが4、逆足が5という、ここも本当に揃ってる、もう本当に結構完璧に近い、そういう CM の選手で、またデブライネとか、プテジャスとかとはまた違ったね、違う良さっていうのがまたあったりは、するんですけど、まあボンマティもですね非常に使用感がよく、あ強いな、この人も全然ええやんって思う人がまあ多いのかなというふうに思いますね。まあという感じで、こちらが値段別おすすめの CM 選手たちになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。
それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。